協力ありがとう。え、じゃあね、旦那様。またね。リストを見たよ。それで？ラーセンがニューヨークに来るたびにブライアン・ブライテックがあのヨットを借りてる。それはラーセンの偽名だ。ラーセンは多分何かを密輸してるんだろう。 FBI に忍び込んでも隠したい何かを。次はどうする？普通なら船の捜索令状を取り、盗聴してビラルとラーセンを調べて、その何かを密輸する現場を抑えるんだがな。誰かに逮捕させれば？というと？捜査方法をアレンジするんだよ、俺流に。詐欺か？違法じゃない。ただいいぞ、最後まで聞いてよ。いいって言った？ラーセンを捕まえるためなら構わない。そうだろう。あ、作戦は？まずチームを作る。チームバークか。面白くなってきた。どうも。いや、結構です。飲みたくなるわよ。巻き込んで悪いな。とんでもない。なんで俺はつまはじきだったんですか？守るためさ。守るため？誰から？ピーターはクビになるかもしれないし、今まで解決した事件まで疑われてるんだよ。なぜそれを黙ってたの？彼が言うなと。そう、犯人の狙いは？オルゴールですか？蓋を開けるとメロディーが流れてバレリーナが踊る、あれ？まあそうね。それよりもうちょっと高級だ。ちょっとどころじゃないでしょ。エカテリーナ2世のだ。あなたが盗んだの？そう思われてる。高価なものね。あ、でも狙いは金じゃない、暗号だよ。暗号って何の？まだわからない。モジーが解読中。モジーが？彼らより先に解かないと。彼らって？ラーセンには黒幕がいる。強大な権力とコネを持つ人物だ。とにかくこれは FBI の正式な仕事じゃないし、非常に危険を伴う。嫌なら何も聞かずに帰ってくれてもいい。ボスのためなら何でもしますよ。それに面白そうだしね。じゃあ私にも手伝えってこと？無理にとは言わないよ。ただ今は FBI に頼れないから機材を借りたい。じゃあピーターの疑いを晴らすために必要なのは私の機材だけ？ああ、もちろん借りは返すよ。機材だけ貸すなんて。じゃあ参加する？妻が夫を支えるのは当然でしょね、ジュニア。やめる。もう引退するよ。仕事を進めに来たんじゃないの。ただ頼まれたものを持ってお見舞いに来ただけよ。ああ、これこれ。病院のコップは清潔なはずよ。どうかな、1966年のポール・マッカートニー死亡説と同じぐらい怪しいね。どうやってラーセンを捕まえんの？そんなこと気にしないでゆっくり休まなきゃ。この際もう引退した方がいいかも。